ちらはどこでしょう、はい、こちらは京都は嵐山の渡月橋に来ております。渡月橋いいよ。みんな渡月橋って知ってる？渡月橋っていうのはテロップ出して渡る月の橋と書いて渡月橋、はい、めちゃくちゃオシャンティーですね。あの山がねたくさんあるので、秋にはもみじ、冬には雪景色、春には桜は咲くんでしょうか。いやそう、本当にこちらから有名なスポットの私たちの大好きな食べ歩き、食べ歩き今日はね、嵐山の大人気店をいっぱい押さえてきたんで楽しく見ていてください。では皆さん一緒にレッツガッテン！ガッテン！令和組！石落とし？へえ。あれ、あれですか？吉屋さん、あそこで大人気の湯葉チーズを買ってみる。買いますか？湯葉好き？湯葉大好きです。チーズも好きです。で、湯葉ってさ、そうか、湯葉チーズは練り物じゃないんか。そうなんですか。知らんよ。でも調べたら魚のすり身が入ってるやつって聞いたので。なんか練り物あんま好きちゃうかったんちゃう。まあまあそうそうですね。渡ってますよ。これどこで買うの？ここで買えるの？ここじゃないですか。見て見て。湯葉チーズとか。エビ玉とかも美味しそう。めっちゃいろいろありますね。普段はめちゃくちゃ並んでんねんって。あ、食券タイプなのね。ここで食券買うんだって。まあ、まあ、ユバチーズですよね。これお願いします。今作ってもらってるの待ってますよ。めっちゃおしゃれですよこれ。すごいね。ハリウッド版オエドってこういう感じなんだろうなっていう、ね、はい、ありがとうございます。おおきに。じゃーん、来ました。はい、結構分厚いですよね、うん、てか大きめと言いますか。乾杯乾杯乾杯。おいしいです。練り物なんちゃん苦手なんやけど、ね、ほら練り物臭くないんですよ。そうなんですよ、チーズの風味が本当にするので。これで400円やって。サクサクなので、うん、星5点中5点。満点じゃないですか、うん。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、いいね、こんな、なんかめっちゃいい音しますね。うん、かわいい。なんか京都のここ嵐山ってこういう女の子の乙女心がこうキュンとくるものがいっぱいある。あ、これキュンとしますね。するね、はい。あのピンクの桜のやつかわいい。私金魚がいい。あ、一つ金魚、あ、あります。こちらのお団子屋さんにやってきたよ。どれもこれも注文していいですか？花見団子を2つ、七味の濡れおかきの串1つ。わーい、はい、映え映えです。映え、お肉です。お肉濡れおかきですやろ。と何があった？あとわさびと、うん、甘口醤油がありました。あ、いいね、どれもいい。 あとマヨネーズもありました。マヨもいいね。その中で七味を選びました。食べてみ笑ってるわ。ふにゃふにゃしてます。嘘。やっぱじゃあおかきなん、それって。お餅と見せかけて最後せんべいでしたみたいな感じです。いただきます。乾燥したお餅よ。あ、おいしい。乾燥したお餅ん、いや、わかるわかる。なんやろ、後から七味きますね、結構。七味がすごい合うわ。何やった？花見団子です。すごい人気なんだって。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ華やかですよね。うん、いただきます。うん。なんかお餅じゃない味がしてる。あ、それは団子ですからね。ソーダの味がする。ソーダですか？一番上ですよね。一番上やな。なんかキラキラがいっぱいついてます。うん、うん、美味しい。なんか違うよ。でもなんかその洋風の団子って感じ。
新八茶屋さんでございます。新八茶屋さん一番人気なんですか？ピスタチオが人気なんだ。一番人気がピスタチオで2番目がレモンも人気。この空すごい可愛いよね。可愛いです。何味？こちらはスイカ味で、レモンのワルツです私も一緒、レモンのワルツとピスタチオで両方お店の1位と2位を制覇しようと思います。どうですか？シチリやってるで。めっちゃスイカです。素材がすごい美味しいわ。これ暑い夏にちょうどいいっていう感じです。どんどん溶けてますよ。大丈夫ですか？大丈夫。ああぜひ行ってみてね。これです、これです。ダーちゃん食べたがってたやつ。そうです、佐賀のコロッケ。嵐山の佐賀のコロッケさんにやってきましたよ。本当にすぐですよ。左から順番にエビフライ、カキフライ、トロゲ、和牛、そしてプレミアムコロッケ。おー。これを狙ってきました。ナンバーワンやん、人気。だけどね、このタケノココロッケが美味しそうだなって今ちょっと揺れ始めてます。お母さん。プレミアムコロッケって何がどう違うんですか？これはちょっと甘みが普通のジャガイモのあっさりしたコロッケ。はい。あっさりした。こっちは中がか、あの外がカリッとしてて、中がふわふわっとさせて。はい。なるほど、美味しそうやな。捨てがたいな。タケノコは本当にタケノコが入ってるんですか？タケノコのスライスが中に入ってます。あー、珍しくない？タケノコ大好きなんです。あ、そうなん？はい。じゃあこれにし。こっちにします。あ、そうなの？へえ、意外やったわ。じゃあタケノココロッケ一つと、ビーフコロッケ一つ。こちらタケノココロッケです。バチビーフコロッケ人気ナンバー2、うん、せーの。お出汁が効いてます。美味しい。タケノココロッケって初めて聞いたよね。中にタケノコのスライスが入ってるのと、あとタケノコに合わせるためにお出汁をさせてるんですよすんごく出汁が効いてて、ミスター味こばりの食レポやなこれはってやつ、うますぎるぞわーわーみたいなあれですよ、ね、巨人なんでやめとこう伝わってないですね。また、うん、これはね、お芋感がすごい多くて、うん、ホクホク、あの昔の懐かしいコロッケって感じよ。うん、お腹いっぱいです。まだ食べれる？あー、もうでもだいぶお腹がいっぱいです、ね、でもあそこにいちご飴ってあるんで、今なんだろうそれってなっております。いちご飴貪欲や、うん、食に貪欲ですなんか美味しそう。甘いのとしょっぱいのって永遠にループできますもんね。できへん合点令和組ということで、はい、嵐山ぜひぜひ皆さんも来てください。何でもしますので、皆さんぜひあのチャンネル登録といいねを、皆様の言葉が励みです。あの全国に向けてこんなこと言ったからね、はい、な何でもやります。と言いつつ、あの20キロ痩せてくださいとかちょっとあの考えますけど全勝はしますので。熱愛